ダメですよ、完全に。ビバイのソウルフード、ビバイ焼き鳥が自慢の飲食店です。断水は解消されましたが、昨日も市内では水道管についたサビで赤く濁った水が出る赤水が続き、水道水が使えませんでした。食品関係なので、これで使って作ることもできないですし。今日はお店はオープンは、このままじゃできないですね、やっぱり。断水が続いてから6日目となりました。市民の皆さんが今も給水所を訪れています。今朝までに市内の一部地域を除いて水道が使用できるようになりましたが、美唄市は市内全域で一度に大量の水を使うと再び赤水が発生する可能性があるとして、節水を呼びかけています。今はもうね、飲み水がやっぱり大変ですね。水っての本当に大事だなと思った。長いなと思って。美唄市は赤水が解消しない場合は市に連絡するよう呼びかけていて、完全な復旧には数日かかる見通しです。